はい、えー、今日もあの多くの方にお集まりいただきまして、ありがとうございます、えー、とまずですね、えー、今日の中央執行委員会の,あの議案書を見ていただいてもお分かりのとおり、きょうはです、ね、あの議案があのそんなに多かったわけじゃありませんが、あの運動方針ですね、これの素案を提示をし、えー、また、それぞれの組織での議論を求めたというところです。 ですから、数は少ないですけども内容としては非常に重たいものを含んでいたということで見ていただきたいと思います内容は後ほどポイントについては相原事務局長からお話あると思いますが私も少し触れておきたいと思いますこの間ですね特別委員会とというこで えーまあ、そもそもの,その運動の在り方についてです、ね、議論を重ねてきました、この場でもあの、えー、ご紹介をしたとおりでありますであの、その上に立ってです、ねえー、今回の方針はです、ね、かなりその構えを、えー、大きく変えています、えー、3つの重点分野ですね、そして4つの推進分野。 でまあ、それを支えるその基盤をまたしっかり作っていこうとう、まあ、そういうあの作り方でありまして、えー、まあ私の立場でいうのも少し手前みそかもわかりませんけども、まあ、かなりメリハリ効かせたあの内容にしてきているというふうに思っています三つの重点分野ですねあのまあタイトル表現はそれぞれ見ていただきたいと思うんですが、まあ、私はあの まあこの間のですね30年に難々とする連合運動の中でえやはりあのスタートのところはあの力と政策ということを標榜しでまあその基本はずっとえこの引き継いできているわけです、まあ、力ですから目下700万連合ということにまあ復活はしてきたわけですがまあ数こそ力ということはもちろんあります。 ただあの数がおるだけで、う合の州ではいかんわけですから、そこがあのしっかりとしたその労働組合組織を持って、ですねえそしてえやっぱり大事なことは労使関係ですね、かたやの働き方改革ということがまああの法の施行も含めて打ち出されていますけども、本当の意味でどこまで,ですね中身、ちゃんとできているのかというところはあるわけですね。 やっぱり基本的に労使関係がそこにしっかりないと絵に描いた餅になるということはあの私ども言い続けていることですがやっぱりそれをもっと広げていかないとやっぱりこの日本の社会でさまざまな課題はです、ね、前に進まないとそういった意味での力、まあ、そして政策ですね、まあ、政策こそ、まあ、連合としての命といいますか。 働く者なりの政策を全般にわたって、えー、まあ今回もですね、えー、このいわゆるその社会保障ですとか、えー、税,税財政、それからえ教育のところについてはブラッシュアップをしてきておりますし、えー、まあ一丁目一番地のところの雇用、労働に関わるです、ねまあ、法制についての政策、まあ、そういったことを含めてですね、 連合だからこそのその政策の強化ということです。でそこに持ってきてあのー、多様性ですね。まあ、男女平等ということをはじめとしての多様性、性まあ、ここをさらに強く打ち出すということで、3つの重点分野ということです。まあ、この多様性っていうこともですね、えー、ここに至るまでの間、えー、2003年にですね。 えー、この評価委員会ということで外部,外部の有識者にあの忌憚のない意見を出してもらって、まあ、それを一つのまたバネ力としてあの進めてきていますそれは要するにすべての働く者のための存在でなければならんということで、まあ、さっき申し上げた700万、えー、いわゆるその、まあ、非正規といわれる 携帯の方々も今100万人を超ええてて組織に迎えていま,すまあそういう意味では、えー、従来に比べてかなり多様性ということはあの組織の中にも織り込んできていますが、まあ、そういうことのみならず、えー、この連合の700万だけではなくて全ての働く者のための存在としてやはり多様性ということをより強く。 えー、この重点を置いていこうということでこの3つの重点分野を基本にですね、えー、そして、まあ、これまであの並列的にその取り上げてきたところの、えーまあ、推進分野ですねこの3つの重点を実現していくためにさまざまな取り組みの切り口がありますということでありそしてまあそれを支える基盤をしっかりと構築をしていこうというそういう全体の構成になってますのであの まああのこのなんていいますかあのこういういわゆるあの労働組合としての運動方針になじみの,あの深い方ももちろんいらっしゃいますしえあまりあのこういうところをですねえ今までご覧になっていない方もあのぜひあのここのところをですねあの読み込んでいただければ大変ありがたいと思いますえ当然のことながらえ私どもとしてえま,あまずはこれ組織の中でしっかり議論をしえ案としてですね え大会にその提示をし確認をしていこうということでありますからまあ組織の中でまあそ,ういうそれをこう積み重ねていくわけですがまああの私どもの運動に対してですねえ積極的にあのいろんな形であの思いを持っていただいている皆さん方におかれてはですねえ個別にまああの意味合いをえこの問うていただくとか。 あるいは建設的な意味でのご意見いただくとかいうことについてはウェルカムでありますから、まあそのことも申し添えておきたいなと思います。えー、っと私の方からはあの以上とさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、えー、今日あの第二十四回の中央執行委員会がございますが、今の小津会長からございました通り資料二の二で運動方針の草案を提起しております。 10月の第16期を迎える大会に向けて、7月、8月、9月という3回の中央執行委員会をめどに置いて、素案、案、そして最終確認ということで、大会上程の議案を固めていきたいと、このように思っております。素案の内容はご覧いただくとおりですが、また、小津会長からも、全体の枠組み等についてのものがございましたので、加えるところはほとんどありませんが、 これまでの運動方針と異なる点は一つとして重点分野とりわけ3つの分野について年この先3期6年を見通して実施のスケジュールを置いたとそしてこれから数えること5年目に全体の総括をしその進捗を確認すると。まあ 一 1>, 1期2年が元となる連合運動ではありますが、少し中期的なレンジを持ってしっかり足を進めていくと、まあこの意思決心を図った上で進めていきたいとこのように思っております。合わせて連合評価委員会など、過去の財産も含めた上で出来上がっております。けれど外部からのその評価点検に沿うものであるということも大変大事ですが、ま今後はもとよりガバナンスも含めまして。 連合内部からのその実践に向けた取り組みがしっかり進んでいるのかどうか。などについても、ガバナンスを強化して。うちからなる、う内からのおうちになるですね。点検強化も含めた上で、まあ、全員で運動を進めていきたいと、まあ、こんな思いも込めたところであります。え、私の方からは以上です。はい、えー、古井宮城菊です。まあ、七月25日という日程ということで、まず、あのー、大変失礼なんですが。 あの参議院選挙終わったばかりなので、参議院選挙の質問をさせていただくことを許していただけますでしょうか。まず、向塚会長が活発にネットで配信されている中で、22日にお気持ちをブログの中でつづられております、その中のブログの内容で、えー、政党間の力合わせをもっと早くやれたらというようなお言葉もありました。 その中身、大変私も拝見して、え。ー 読んでいたところなんですけれども、それと若干ニュアンスが違う報道がございました、ある経済新聞で、これから新生徒を見直すかのような見出しがちょっと目立ったわけなんですけれども、会長自身もそれに対して違うと、こうしたことが、会長自身がネットを配信されることで誤解が解けるということが大変いいメリットだというふうに思います。 えとこのことに関しては、私自身はとても残念ですし、残念というよりも、あ,のあってはいけないことと思っておりますが、あ実際ご覧になったときのお、まあ、講義等を含めてされるのか、含めてお聞かせいただけますでしょうか、ちょっと違った、あのご自分の気持ちと違った内容が出たことについて。月曜日にあの参院選直後のということで、あのまあ、会見の場もありましたんでね。あの まあ少し重なるかもしれませんがそれと、まあ、少しあのブログということも始めてますからそこはあの、えー、まあ連合としての正式なものっていうのはあの月曜日の時点でお出しをしているあの事務局長の談話、まあ、これがあの連合としての公式なものですから、まあ、あのそれに寄っていただきたいと思いますし。 ただあの、まあ、私の立場で思うところもありますから、まあ、それはそれでまたブログも見ていただければと思います。それで,まあ、ですから、そこがすべてなんですけどね、であのご指摘のあった、まあ、たまたまあの今日朝、あの出ている報道は、あのご指摘あったように、えー、実際に私が発したのは、えー、2つの党が対立しているようでは えーまあ、市政党運々の議論ということにはなかなか進まないなとあの、まあ、そ,うそういうような表現だったと思うんですけども、えー、そこまででありましてあの、えーまあ、ちょっといつ撮ったかわからないような写真もですねドンと載っけられてほか、えー、の,の内容までですねなんか私がほのめかしたみたいに撮られるとそこは大変心外ですしあの不本意な表現も多々あって。 まあ例えば、一番最後になんか自民党から候補を出すこともね有夢しみたいなものまあ一言で言えば奮発んんものの内容もありましてですねまあちょっといささか、なんですかという感じはありますがまあしかし、それはあの報道各社の皆さん方あのまあいろんな意味で連合という存在に注目していただいているということでしょうからまあできればあの今、ご指摘あったようにあの少しあの本当の意味でのインタビューみたいなね あのことで取り上げていただくとありがたいんですけども、まあ、なかなかそうもいかないのかなと、まあ、こんなふうにあの見ているところです、はい、朝日新聞の沢地です、えーっと、2つあるんですけど、1つが、えー、先ほど、小塚氏に説明されたこの運動方針案の中で、えー、7つの領域の中で一番最初に集団的労使関係の量的拡大と質摘向上というのが上がってきていて。 でその具体策を見てみると労働者代表制の法制化それから労働契約の拡張適用それから労働者概念の拡張というのは出てくるんですがこれは今までと比べると何かこうその強調しているようなこの変化があるのか今まで言っていることと変わらないのかちょっとそこを確認させてください。 それと,、えー、と春闘の件であの7月5日に出されている集計に関連してちょっと僕は確認したいんですけども、まあ、今日、ちょっと富士さんがいないので、えー、後でも構わないんですが、えー、とこれまで繰り返しあの2018に比べて、えー、要求を出している組合数とそれからそのカバーしている組合数の数が 2019は2018に比べて減ってるんじゃないかって繰り返し繰り返し質問してきたんですけど、えー、そのために富田さんからはあの集計のタイムラグの可能性が大きいという説明を受けてきたんですが、えー、この最初の集計を見てもやはりその減ってる状況に変わりはないのではないかと私は見ましてこれは一体どういうことを意味していると理解すればいいのかというたりをお聞かせください。 後者の部分はね、これ、ちょっときょの時点で、なんていうか、推測だけで申し上げることは、むしろ避けた方がいいと思うんで、ちょっと一回預からせてもらって、いずれにしろこれ、確か来月には、これ、総括をね、していくことになると思いますから、それは少なくとも現象面としてはね、一つの特徴であることは間違いないですから、その時点できちっとまとめて、提示を。 することにささせてくださいそれとですねあの、1点目のご質問については、まず私の感じで申し上げると、あの何かその、この断面で言ってることを大きく変えるっていうあの趣旨ではないと思ってます。で、あのただ、まあ、例えばですね、あの労働者代表構成なんてのはあの、ご承知のようにね、澤井さんご承知のようにあの、以前は連合としてはね、 労働組合もどきができるじゃなないいかってううよそれはあの今も視点としてないわけじゃないけどもむしろそっちの方が大きくあったんで、えーまあ、どっちかというと否定的だったんですがしかしあの、まあ、サブロック協定をはじめです、ね、そして、まあ、法律ごとにですね従業員の過半を決めようってことなんだけどもそれちゃんとやってんのかっていう話ですからそれむしろもう法律としてですねもうあの一つもう欲しさして。 やるということの方が、もう、もう本当の、あの、やっぱり組合がない、あの、世界でですね。あの、苦しんでる人いっぱいいるわけですよ。だから、それ考えると。やっぱり、それを進めるべきじゃないかっていうのが、今、私どもの考えの主流ですんでね。したがって、あの、それを、えー、まあ、今回、あの、大きい構成を組み替えた中で。えー、まあ、それを、あの、だから、要素としても、提唱していると、まあ、いうことです。ただ、あの、やっぱり重点分野の位っていうのはね。 基本的に仲間を増やそうということですからあの、やっぱり原点としては労働組合を、ね、増やす、やっぱり労使関係があって初めて物事が回るでしょっていうところは、ここは前面に押し出して、えー、そ,のそのまた一つの,あの、まあ、カテゴリーの中でもそういう要素も当然、われわれとしてはね、あの法制面の整備含めてあの推進したいと、まあ、そういう思いい思ですあ、えー、と共同通信の岩田です。あの 会長に1点伺います。あの参院選の関連で、えっと、改めてなって恐縮なんですけれども、えっと、まあ今回、3別の組織内候補が、えー、まあ立憲民主党とあの国民民主党からまあ出たわけですけれどもこのえ政党によって でまあ、その得票数は多くても落選してしまうというような、まあ、明暗が分かれたような結果も一部あったと思うんですけれども、まあ、このことについての,あの改めての受け止めと、今後の課題をどのようにお考えになっているかというのをお願いしますあの、まあ、比例もですね、まあ、そういう意味じゃ、ある意味、歪みがね、まあ、端的に出た部分ではありますが、やっぱり全体において、ですね応援をしてきている政党が2つに分かれて。 立憲民主党と国民民主主党党。と国これはやっぱりですねあの選挙区においてもまあそうは言ったって力を合わせてやろうやっていうふうにできたところもあるんですがまあ地方連合会みんなやっぱり苦労してで残念ながらやっぱり内実はそうはならなかったねっていうところもあるんですね相当程度。 ですからまあ、でしかも、ですから2つに分かれたということの歪みは比例に端的に表れてることはあのご指摘のとおりですからね、まあ、それらこれら全部ひっくるめて言えば私どもとしてはもう二度とこういう選挙はやりたくない、えー、というのがまあ率直なところですね、まあ、したがってあの、まあ、先ほどご質問あったところにも関わりますけども、まあ、今日、運動方針で見ていただいたように労働運動をいかにこう、ね、しっかりやっていくのかということであって でまあ、まさにあの推進分野の一つとしてねあの政治も位置づけているが五徳ですよ、まあ、自分たちの,そのいろんな政策を実現するためにはやっぱり政治と無関係でいられませんから、まあ、そこにはしっかりと向き合うってことはあやらなきゃいけないだけどもそのこういう図式の中でずるずるどっていうことはね、まあ、率直に言って勘弁してもらいたいなっていうのは、まあ、これは強くあります、まあ、そこはあのご理解いただけると思うんですけどね あのまあ、したがって、まあ、それはだけど当事者の,その両政党がですねやっぱりそこのところはあの私どもの思いも含めてですねやっぱり強くそれ認識されていると思ってますんで、まあ、これからあのやっぱりそういうことをですねずるずると繰り返さないということに向けて、えーまあ、それぞれの政党なりあるいは両党のコミュニケーションなりですね まあそういうこのことに期待をしていきたいなとまあいうふうに思っています。どうぞ仕方と言いますけど、運動方針に関わって二点ほどお聞きしたいんですが、一つはあの運動ページ六ページですね。この図表についてなつは運動領域のなんですがあのまあこれはあの伝言の評価委員会、ね、評価あの検討委員会の時もそうなんですが、現行の運動領域ではあの社会的賃金相場の形成というのがね。 まあその,取り組のトップにあるわけで今度の運動方針でも上位に置いてきたけれどという表現があるんですがなぜこの項目を取ったのかねでまあ,あの検討課題の場合の表現ではいやこれはねその政策ねのところに統合したいんだというような位置づけもあるんですがでなぜそのこれからね労使関係を強めるという時に日本のまあ 国民的行為でもあるね、その春闘に関わる社会的賃金相場の形成っていうのをね、省いたのかね、その理由をちょっとあの教えてほしいというのと、それでもしこれでね、いった場合は、ね、連合はいった春闘とどういう関わりをね、されるのかっていうのはちょっと分かりにくいと思うんですが、そのあたり含めてね、お聞きしたいのが1点です。あと1点は、その、まあ今度の運動方針にあの軸になる連合ビジョンですね。連合ビジョンの場合は、まあこれはあの、お 会長が言われたように、まあ、集団的労使関係を重視しで特にその協約の拡張適用とか、ねあのまあ、それからあと労政代表選ですねその辺りを新しく出しているというのが一つの特徴だと思うんですがこれを作るにあたってまあ連合はね3別と当う四47党権ういろいろねあの総対話という形で、まあ、この2年間ぐらい歩かれたんですがその辺りの成果がねどういう形で、ね、この連合部長に、ね、あの反映しているのかね そのあたたりの中身についいてお聞きしと、まあと、あ高三のときにはね、このあのお、全部の、その、あれは総対話という表現でしたけれど、それを1冊の雑誌にまとめたんですが、今度もそういうものがあるのかないのか、この2点についてお聞きしたいと思いますえっとですね、まずあの1点目なんですけどねあの、春季生活闘争についてですね、あの力を強めこそそれ、手抜くなんてことはありませんから、うん。 あのだからあの、そこはもしなんかそういうふうに見,見えてしまうとすればね、中の議論においてね、うんあの、もう少しそこは工夫していくべきところなのかもしれません。あまあ、あのしかし、ずっとこう時系列で追って見てるから、詳しくあの見ていらっしゃるんで、そういうなんか対比上、そういうふうに見えたのかもわかりませんが、まああの、ちょっとそこはもう一回点検はしたいと思いますけども。 それと、ですね、ビジョンはですね、総対話で相応といろんな意見を聞いてきましたのでちょっとここで一言でその成果をここに入れたみたいにパッと説明できるようなことではないんですけれども結構、いただいた意見をもとにいろいろ盛り込んできたっていうふうに私は認識してます。 冊子にするというふうには多分今の時点で考えてはいないと思いますがあの都道中央執行委員会で、ね、かなり総対話の記録というのは、うん、詳しいメモで、ね、報告してきましたんであのでそれは私はもうあ,のある意味、まあ、一つの宝だというふうに思っているんで、まああので行々しくそのお金かけて本にするかどうかっていうのは分かりませんけども、まあ、それはあの本当にしっかりと。 あの手元に置いていきたいなとあのいうふうに思っています。はい、朝日新聞の寺本です。あの参院選について伺います。えっ、ー、と参別のあの組織内候補なんですけれども、えー、今回国民民主党が参議席取りました。えー、政党支持率が1%前後ということで、当初は2議席以下でないかという見方が多かったですけれども、参、えー、議席取ったという、えー、これについての評価を改めて伺いたいのと。 えと前回2016年参,院参議院選挙は、えー組織、各3別の組織内候補12人擁立して、えー、8人当選しました、で今回は立憲、国民に分かれましたが、えー、10人擁立して、えー、合計8人と、当選者数だけを見ると、同数になりましたが、これについても評価を伺えればと思います。まあ、あの当選者数ってことこ言えばた、ねまあ、たまたま っってていいいううところがあるのかなっていうふうにも思いますんでねやっぱり私どもとしては自信を持ってね、えー、その公正組織から手を挙げてくれている候補者をね、えー、こう出しているわけですからやっぱり全員当選できなかったっていうのはこれ私はまあ,あの月曜日にも言いましたけどもそれ痛恨の極みです、うん、率直に言って。でただこれ私らだけでもね あのそういうの環境条件整うということでもないんでまあですからもう繰り返しになりますけどもまあこういうその応援しているところがですねあの2つに割れてるっていうまあこういう選挙は本当に二度とやりたくないなというのはもうあの実感ですね。ですからまああの選挙になればねそのまあこれ国民民主党もそうだし立憲民主党にしてもえやっぱりその 立憲民主党もちょっとこの間じりじりと支持率下がってきたところがです、ねまあ、あの選挙になればさすがにそ,こその状況よりは、ね、あの支持を集めたということは言えると思うんですけどもただ、やっぱりいかんせんその2つの党が力を合わせて,るっているとういう姿が有権者に見えないとやっぱりその一強政治と互角に渡り合うという感じにです、ねえー、この見えていない。 だからそういうその状況下ではですねこれは極めて厳しいわけですねですから、やっぱりそのこと自体がですね改まっていかないとどうしてもこういうことの繰り返しになってしまうのではないのかなとまあこういうふうに思います。 今のことに関連してです、ね、えー、まあ今後、政党との関わり方、もう一度見直すことになろうかと思うんですけれども、そこらへん、えー、まあ運動方針案に盛り込むに際して、どういうふうな議論、どういうふうな方向性というのを今、お考えでしょうかあの政党支持、見直すっていう前提で、あの物事考えてるわけではないんで。 あの今日見ていただいている運動方針の中にもです、ねえー、まあ参院選が終わっての,あの状況も踏まえて、ねえー、この,あの記述をしているところもありますので、ねまあまあ、大きくはここからそんなに超えないということではないかなと思っているんですね。まあ、これはいろんな意見を織り交ぜながらですよ。 やっていくということになると思いますし、えー、まあ,あのそういう意味では、えー、この間、えー、国政選挙を何回かこうやってきてる中でですねやっぱり私どもとしては基本的にあの二大政党的運営、えー、で、まあ、あの前後しますけどもその左右の極端な全体主義っていうことは私たちとはこれは相いれないところであり。 まあしたがって少し広めかもしれませんけどね真ん中の道をどうやってまっすぐ行くのかということであってまあその中でやはりそのまあ新自由主義的なあのものの考え方とかですねえ競争市場主義とか競争原理とかそういうところにいかに対処していくのかえまあ私どものまあこういうあの方針が提示しているような包摂社会であるとか まあ持続的なそ,のそういう発展をする社会とかまあそういう概念のところをまあしっかりとあの支えていかなきゃいけないとあの思ってるんですね、まあ、したがってあのこの場でも申し上げたことありますけどもまああの民主党政権がああいう形であのバラバラになってしまったということがこれも本当にあのその痛みっていうのがですね今もってこの続いているあるいはあ,のあろうことか増幅されてしまう。 てるってことだと思うんで、やっぱり概念理念自体はあの時掲げていたものが大事だと思ってるんですね。したがって私どもとしてはやっぱり愚直にですよ。えー、そこのところをどうやって政策実現の場でですね、えー、このその実現していくのかとまあ、いうことですからそこに向けて政治との関わりっていうものは、えー、考えていくと。 まあいうことですんですの何か目新しいものがあるっていうことではありませんが、まあ、あの政治の世界がですから私たちが期待をできるその私たちの思いをストーンとですね、えー、受け止めうるそういう姿をですね、えー、望むということに他ならないというふうに思っています。 ご質問の機会ありがとうございます今回の選挙では、あの令和というです、ね、新しい政党が誕生して、大変多くの支持を集めました。そして、その中で,です、ね、大変重度の障害がある方が2名当選されたわけでございますで。このことは素晴らしいことである一方、その間の軽度、重度、そして、 最重度までのでない方々が、まあ、あ置き去りにされてしまうのではないかという心配が私は持っている次第ですけれどもあの、そうした方々も政治に参画をしてい,っていただきたいと思っております、こうした中で、連合さんの中でも、これから先です、ね、障害をお持ちの方を、擁立を組織内の候補として、えー、出していこうじゃないかと、そんな動きはこれから出てくる可能性はございますでしょうか。 はいあのー、先ほど見ていただいた運動方針の中でまさに重点分野の3つ目というのはその多様性なんですよね。ですから、あのー、私はあのーまあ、今回の,、ね、そのこういう結果についてもです、ねあのー、これはあのー、注目していきたいと思ってますしねただ、あのー、私どもこの労働組合連合としてやっぱりその障害を抱えておられる方々との向き合い方ということでいえば やっぱりその就労ということであり、やっぱりそれぞれの皆さんが持っている可能性をねきちんとやっぱりその労働という世界で,ですよあのやっぱり花開くということにしていくということが私たちは一番あの強化していかなきゃいけない強めていかなきゃいけないところだと思っていますのでま,あまずはそこからだというふうに思っています。 朝日新聞の吉田です。えっとえっと、先ほどのいただいた運動方針の重点分野の,あの一番最初ですねあの先ほどもお話あったと思うんですけれども、まあ、あのこちらにもいまだに8割を超える人が集団的労使関係に守られていない実態があると。 これから拡大していくという中で、まあ、あの非正規が100万人増えたというお話もありましたけれども改めてどういったところにあのもっと組織が広がるというようなあの可能性を秘めていると考えられますか。あと2点目が、えーと 小津会長は結構、ツイッターなどで、あの吉本の件ですね、についてあのリツイートされたりとか、発信をされていると思うんですけれども、あのあの全員クビにすることもできるというようなふうに社長が言ったというあの報道もありますし、あの吉本の,あの件について、何かあの伝えたいことがあったら、お話しいただければと思います,えとです、ね、あのやっぱり仲間増やしたいというのは、これはもうあらゆる分野とあのいうことだと思ってます。 それで働き方改革の,ですねまああの議論まああの法律法制化をきっかけとしてですねやっぱり今まで光が当たってなかったところがねあの持ち上がってるというところあると思うわけですよ。それは何かっていうとあの医療の分野ですねえお医者さんの世界ですよねでこれはあの今まで例外扱いにすらなってなかったわけですよ残業の上限の。 だけどふたを開けてみたらこんなことなんだということなわけですね。で給料ももらわずに働いてる人が2000人以上もいるみたいなことまで出てきてるわけですよ。ですからまあある意味そのまあそういうことも一つのきっかけにしながらですよ私たちはやっぱりそもそもやっぱり労働組合がない労使関係がないっていうのはこういう事態を生み出すんだと、まあ、いうことを強くあの主張していきたいと思いますね。ですからあの や吉本う吉本のが今クローズアップされてますけども、まあ、あのすでに私どもとしてはやっぱりそういうあのいわゆるその、まあ、芸能に関わる分野の方々がやっぱりこれまで置き去りになってたねっていうことはあの今回のこういう一件が出る前から強く意識してまして、まあ、あの具体的なことっていうのはなかなかあのこの場ですべてあのご披露するわけにいかないんですけども。 実はいろいろと取り組みやってますでまあ吉本の話っていうのはこれまあ労働弁護団も非常にですね着目しているわけですんでまあ適宜連携は取っていくことになろうかなと思ってますただまあこれもだからいろんな要素がねちょっとごっちゃになって話題になってるところがありますんでまあ私どもとしてはやっぱり やっぱりみんなそらの契約をしてるったって労働者性持ってるわけですから、やっぱりそこは労働者性に基づいてきちんとやっぱりあの権利があるし保護されなきゃいけないし、えという意味であのしっかりとあの注視をしていきたいと思ってます。日刊ゴシ部の八木サです。えー、っとあのこのえ具体的運動方針の最後にネットワーク会員の創設とか。 それからあの中小地盤の受け皿の地域財務連合の創設ということが書いてあるんですが具体的にはいつごろ目処にこういう組織を立ち上げるのかということともう1点、1000万人連合の目標は事実上諦めたのか,どうか20年までのこれにて。 1点目のところ、具体的にっていうのは、あのーまあ、それがあればもうあの出してると思いますけども、えーまあ、これからですね、あのただ運動方針に書きこもっていくことは、ですね、えー、ある意味、決意を持ってやっていこうということですので、まあ、そこは注目いただきたいというふうに思います。それから、あのー、1000万連合については、えーまあ、2020年ということでやっています、まあ、これも来年だよねっいうことですから。 まあこの場でも私はあの申し上げたことがありますけども、まああのこれはいずれにしろきちんと総括しなきゃいけない話ですので、そのできるできないっていう話をあのその総括を抜きにねこの場で申し上げるということはあの差し控えておきたいなと思います。インド方針に関わりますけれどもこれ以外の i o t というのはあのありすか。そ組織的にはね。 こういう形になるとあの、まあ、例えばいろんな業種が結合してですね、これまでの産別とは違ったですね、あのまあ、複合産別が出てくると思うんですがそのあたりについてのです、ね、なんか傷とか目配りとかですね、どうするかというのはねあのおお、出されるのかどうかね、まあ、非常に大きい課題だと思うんですが、まあ、産別採知の問題にしても組織化の問題にしてもね、複合産別になってくるとそのあたりどうするのかとちょっとお聞きしたいと思います。 そうですね、あのーまあ、問題意識としても,もちろんあるんですけどあのご承知のように産別それぞれ構成組織ってこれ、ままあ、ある種生き物ですから、えー、例えば遊泳前線のようにですねもう本当に広くね業種、業態巻き込んでっていうところもありますしあるいはあの連合として今あその、えー、加盟をしているその48の構成組織は、まあ 少しあの規模は小さいけども、だけど一つやっぱりこういう特色があるんで、まあ一つの判別っていうところもありなんで、あのー、まあできるだけ大きくまとまった方がいいねっていうのは、えー、まあご承知のように、まあ特にあのもとそういうあのー、あれですね、あのー、草野さんがその事務局長やってた頃なんていうのはあのー、ありましたから、それがもちろん今ないわけではありません。ただあんまりそれをゴリゴリやるというよりも、まあご指摘あったようにそういうその うーんいろいろその技術革新の中で大きな変化が起きてきますんでね、まあ、そのことは見据えつつ、ただやっぱりその分野ごとのいろんな課題対応というものを強めていこうという中で、えーまあ、あの組織のくくりについても、まあ、後からそれがついてくるみたいなことは、まあ、あるのかもしれないなと、まあ、こういう感じだと思います。